こうやってね、建物が立て込んでると日陰が、お、いい感じに日陰が差してますね。あ、この路地、この夏のこの路地の感じいいね。また季節を変えるとね、雰囲気違いますね。正直さ、あのさ、アジの話聞いてたよね。なんか新しげな家、まあ店ですね。何屋さんなんですかね。まあそろそろね、ウイルス騒動も秋冬頃には終わるでしょうからね、まあ、その時の準備ですかね。まあ、どっちかというと江ノ島はね、今がね書き入れ時なんですがね。ここにも、あ、餃子屋さん、いやこれ穴場ですね。やっぱり夏の光だとまたこの前通った時とは違う雰囲気が出ますね。やはり江ノ島っていうのは夏の日差し、これがやっぱり一番似合うんでしょうかね。ここ空き家になってますよ。江ノ島で商売するならここはもう空いてるからなんかやれるかもしれませんね。ここで仲見世の入り口と合流しますね。まあ、こっちのねメインルートから江ノ島来るのがまあ多いですね、人がね。まあそりゃそうですね。いやー、いっぱいだ。さて今日はまっすぐ行きましょう。やっぱりこの雰囲気がいいですね。やはり江ノ島はねこうでなきゃってね、うん、このにぎわいがいいんですよ。あ、こんにちは。あ、どうも。また後で寄るかもしれませんので、どうも。いや、いつも買ってるトビッチョ、あそこのコロッケなかなかいいんですよ。おー、いいな、これは橋屋さん。やっぱり久しぶりにねこっち来ると、うん、やっぱり新鮮ですね。たまにはいいですよ。たこせんべいのお店、あの並んでますけどね、でもそんな行列はきつくないですね。行列ね、本当にずっとね、そう、長い時はここら辺までね行列してんですけどね、その半分ぐらいですね。もうなんだかんだね江ノ島神社近づいてきましたね。あ、本当ね、やっぱり夏の光っていうのは違いますね。なんかね新鮮ですよね、このくっきりした感じね。冬の柔らかい感じもいいんですけどね、この夏のカリッとしたこの光、これで見るね鳥もまた違いますね。うん、階段しんどいな、ちょっと楽をしよう。今日はねほとんど全部開いてるってとこですね、店がね。ここからね片瀬の町まで見通せますね。あ、ほんと車全然ないですね。これ通ってるのは島の関係者、もしくはオリンピックの関係者でしょうね。こうやってね望遠で撮ってると人がねゴミゴミしてるように見えますからね。これやばいよ。なんかね山だとねこれぐらいの登りって別に暑くも感じないんですがね、こうやって街の中だとねやはりなんかだるい感じがしますね。やっぱりこの心持ちがね、今は山だ、登ってんだってね、頂上目指すぞって、じゃあどっちかっていうとね、この街歩きのね、ブラブラモードですからね、だからなんかこうね、坂を登る時のね、意気込みがちょっとね、少ないんですよね、もうただ、なんかだるいな、しんどいなって、そっちが先に来ちゃうんですよ。まあ、といっても、もうあとちょいちょいって行っちゃえば終わりか。初詣の時と違って、まあ、人は少ないんで、今辺津の宮行くなら狙い目ですね。夏のね神社っていうのもまたね
味がありますよ。このピシッとしたね、光の中でね、まあいいもんですよ。そういやね、ここはこの泉にね投げ銭していいとこなんですよね。うん、なかなか入れるのは難しそうです。見事なセミしぐれですね。セミの声ってあんまり山はね高くなるとしないんですが、ここら辺はねまあしますね。いやー、ほんと夏の神社って感じですよ。なんてことない展望台なんですが、警察官が警戒しております。っていうのもここからねオリンピック会場の江ノ島港が一望できますからね。まさかねここから RPG-7 打ち込むなんてやつはいないですけどね、あんな目立つものをね。さて、いつまでもここにいてもしょうがないんで出発しましょう。今日のね目的地はここじゃないですからね。いや、普段だったらねこんなところで休憩しないでどんどんガンガン行くんですがね、なんか今日だるいですね。ここねたまにねリスが走ってんですよね。今日はいないですが、台湾リスってやつですか。ここは以前ね写真館だったんですがね、今はこうやってなんかかき氷とか売ってますね。でもここでよく写真館なんてやれましたよね。ほとんど頂上なのにね。あ、今古着か。へえ。うん、まあでもこうやってね頂上ねっていうかお参りの途中に観光客が写真を撮るっていう、そういうのだったかもしれませんね。大昔はね写真を撮るそれだけでもねもう特殊技術でしたからね。今みたいに誰もね押せば写るってもんじゃなかったですからね。はあ、とりあえず頂上こうやってねあっさり着いちゃうんですよ。何もエスカレーターを使うこともないんでね。ああ暑いな。いや空気はさほどじゃないですがね、この太陽がこれが焼けるって感じですね。しかも舗装の石ですからね、照り返しもきついわ。ここまで来るとタコせんべいの店誰も並んでないです。即買いますね。まあ、ここまで来るのはちょっと大変っていうのがありますね。こっちの茶屋かメニューがちょっとな少ないんですよね。うん、コーヒー系の飲み物、あとちょろっとかき氷とかソフトクリーム、そんな感じですね。確か唐揚げ、あ、唐揚げ肉まん少しありますね。確かビールもあるはずなんですが、このご時世ですからねビール置いてないですね。あ、どうするかな。まだこの先稚児ヶ淵っていう手もあるんですよね。おお、見事な景色。景色よりもね海を渡ってくる風の方がなんか今日はありがたいって感じですよ。まあ、風映んないですけどね。あ、でも音でボボボって入ってるかもしれませんがね。いや本当にいい風吹いてきますね。稚児ヶ淵までね行こうと思ったんですがね、ちょっとなんか今日はね調子がいまいちなんですよ。ちょっとね軽く後頭部の方に頭痛みたいなのがね来てるって感じなんでね、熱中症ってやつですかね。今日はねここら辺でまったりしたいところですね。あ、でも日陰がないな。ね、ここのね雰囲気はとてもいいんですけどね。とにかく日陰を探してもう飯とかにしちゃいますか。ここのベンチでよく恋人たちがね海を眺めながらまったりしてるんですが、誰も座ってませんね。いや、座ろったってちょっと今日は日差しがきついですからね。2人一緒に揃って熱中症になってもシャレならんすからね。じゃああっちのねなんかこの森っていうかね
展望台前の広場、あそこを日陰、あそこでゆっくりしよう。